はい、皆様ごきげんよう。てるてる百貨店になります。今日、またコンビニの方で、目についた商品がありましたので買ってきました。こっちですね、ステディの、7月増刊号になります。はい、7月増刊号です。で、気になったのは、こちらセブンイレブン、セブンネットショッピング限定の、すみっこ暮らしの2点セットになります。一つは、折りたためるエコバッグ、もう一つはミニポーチですね。これ多分ミニポーチの中に、この畳めるエコバッグがしまえるんじゃないかなと思ってます。はい。で、これも雑誌について、入っていたのでそのまま、出しました。だいたい雑誌の、これ折りたたんである状態なので、この後広げた、サイズについては開封後のレビュー紹介しますけど、まず梱包されているサイズとしてはこんな感じです。で、横のサイズとしてはこんな感じです。はい。で、中身はこんな形で、袋に入ってます。はい。ちょっとこちら楽しみなので、この後開封してご紹介したいと思います。はい。はい、それでは、開封しましたので、レビューしていきたいと思います。じゃあまずこちらですね。はい、こちらは、ミニポーチになります。こちらはですね、よく私のレビューで紹介していますが、ポケット、チャックですね。チャックはすごく優秀なものになってます。はい。で、こちらは、こちらですね、チャックのこちらのタブのところに、カバンにぶる下げれるように、こういった 服型になってます。はい、はい、こんな形です。はい、これは全面布地で、中身はですね、特段、内ポケットも何もなくそのままになります。中は逆に、ナイロンの、素材になってます。続きまして、こちらですね、すみっこのカバンになります。はい、広げた感じこのぐらいのサイズ感になります。雑誌を置いた感じ、はい、だいたい雑誌の2倍ぐらいの大きさになります。はい。で、表面は、こんな形模様ですね。はい。裏面も、同じですね。特段外ポケットとかはありません。はい。で、中身は、はい、ここですね、はい、こんな形で両面テープではなくて、こういうボタンがついてます。で、ボタンがついてこんなような中身になってます。で、こちらのバッグは、ちっちゃくなってますが、はい、マチはこんだけあります。マチはこんだけあります。はい。じゃあ実際に、このカバンですね。はい。バッグの中に雑誌入れるとこんな大きさ感になります。で、ですね、こちらはさっき言うとちっちゃく折りたたまれてましたけど、こちらですね、こちらに、ゴムがついてるので、はい、これ折りたたんでちっちゃくした時に、はい、こんな形でちっちゃくたたんだ時に、この輪ゴム、ゴムでこういう風にたためますよという仕様になってます。そのゴムはこのカバンの、この下側についてます。はい。ですね、まあ、全面的に、やっぱりなんか、お店に行った時の、まあ、コンビニ袋であったりとか、スーパーさんの袋の代わりになる、まあ、エコバッグみたいな形になりますので、まあ、全面ナイロンの素材になります。はい。
こんな形になります。はい、今回雑誌についてくるものはこちらの、大きいバッグとあとこちらのちっちゃいポーチになります。はい、詳細については私の概要欄の方に載せておきますので、そちらの方で詳細見ていただければと思います。商品レビューについては以上になります。ご参考いただければと思います。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。てるてる百貨店でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。